こんにちは。1年ほど前、3歳の息子さんが転倒されたんですね。テーブルに歯をぶつけてしまったと。また歯が大きく曲がってしまったんだが、神経は死んでいるので虫歯になりやすいので気をつけてくださいとしか言われなかったということですね。経過観察が続いた挙句に歯が抜けてきてしまった。これはお困りになってますね。確かにね、永久歯に影響がないのか。永久歯に直接の影響はないとは思うんですけど、乳歯が先に抜けてしまった場合の欠点というのは、歯が実際は乳歯があることで顎を大きくしていくという動きがあるんですけど、それが早く抜けてしまうことでできない。それから、乳歯を永久歯は吸収しながら出てくるわけなんですが、これが先に抜けてしまうと吸収する歯がないもんで粘膜に傷がついてないんですね。でその状態で上にこう出てこなければいけないので、かなりの力を要する。そういった面でなかなか歯が生えづらくなる。そういったことが欠点かなというふうに思います。ただこのケースは、ぶつけ方が悪かったのかもしれませんけれども、抜けてってしまうんだとすればちょっと仕方がないかなというところもあります。実際私に患者さん来てもやはり経過観察としか言いようがないのかなというふうに思いますが、処置自体はできないんですけど、レントゲン等でね、今永久歯がどこに来てるとかっていうのを定期的に観察しながら、ここまで来てるんでこう出すよっていうことを患者さん側に僕らの方からお伝えすることで安心をしていただいて、次の処置ができるようにしていけるしかちょっと方法がないかなというふうに思いますので、本日はそのようなお答えにさせてください。本日は以上です。